こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、テイク5の叩き方をレクチャーしてほしいということで質問がありましたので、ちょっとジョー・モレロのドラムから学ぼうということで、ジョー・モレロのイントロですね、有名な1964年のベルリンの演奏ですね。昔これをドラムでビデオで見た時にはですね、こんな5拍子でこんなに自由に歌えたらいいなっていうふうにすごく思いました。で、撮ってみたら、やっぱり今でもやっぱりジョー・モレロさん非常にうまいなということですね。この曲そもそもですね、ジョー・モレロが俺5拍子得意だからなんか5拍子曲作ってくれよっていうことで、できた曲らしいんですよ。で、まあ5拍子のね、考え方というか、まあこういうのをジャズでやり始めたっていうのは多分この辺の人たちが初めてなんで、で、どんどん取り入れられていくと思うんですけど、要は長さの違う3拍子とか長さの違う4拍子みたいなイメージなんですよ。で、イメージ的には、まあ全部跳ねてる感じ。で、タヌキ、タヌキ、キツツキ、ちゃんと、こうジョー・モレロさんはやっぱ細かい音符がめちゃめちゃ入ってますよね。こういうスネアのやつが、こうアクセントつけてるとこ以外はなんかずっとまあこうレギュラークリップだからの特色っていうのもあって使いやすいんです。こういうスネアでタカ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 とこうグルーブのポイントの裏拍にこうゴーストノートが入ってるっていうのがこの時代の特徴ですね。で、今の感じの5拍子だとやっぱりどちらにせよタヌキタヌキキツツキタヌキタヌキキツツキであることは間違いないんですよ。で、3拍子334なんですね。だからタクツタクツタカタカタクツタツタカ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 で4で考えてるか、タカタカで1つで考えてるか。だから3拍子と5拍子が行ったりしたりする曲ってものすごく難しい。頭がスイッチしきらない時があって、3拍子の曲やった後に5拍子やるとついつい3拍子になっちゃったり、5拍子の後に3拍子やると5拍子になっちゃったりとかするんですよ。なのでこれは結構みんなあるあるなんですけど、なのでタヌキタヌキキツツキタンタンドンドンタンタンタカタカタンタンタカタカで感じてるっていうのがすごく大事ですね。なので基本リズムはタンタカタンタカタンでやってらっしゃいますね。なのでここはタンタカタンタカタンって考えてるというよりかはタンタカタンタタタンって考えてます。なので4拍子プラス1って考えるよりかは、タンタカタン3たす2で考える。だから、僕が教わった時はタンタカタンタンタカタンタカタンタカタンタンタカタンタカタンタンタカの方がまあ次につながりやすくはあるんですよ。でもどちらでもいいです。タンタンうんうんタンタンうんうんってやってます。で、その時にタンタの時にですね、ちょうどスニアのここの部分がここの頭になるんですね。なのでバスドラもここで踏んでたりとか、バスドラムもこの1の2の裏で踏んでるでしょ。このスネアもここにアクセントが来てるんですね。こっちですね。なのでというような感じですね。タッ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 ってやるときも必ずこっちがアクセントで、こっちがこの絵に対する、装飾音符ってタンタカタカタカタンタカカカカカタンカカカカカカっていう風に感じて、ずっとそれをフィールで感じてるというのが5拍子ですごく大事ですね。なので、まあ、今の現代系の人はあんまりこんなに、このエルヴィンの登場からですね、3連の裏拍、要はこうシャッフルフィールからこう3連でグルーヴするフィールに変わっていくんですよ。だからどっちかというと現代系の5拍子だとっ
こちらのですね、資料の方はですね、無料メルマガ登録していただけるとダウンロードしておけるようにしておきますので、ぜひ、登録してダウンロードして練習してみてください。5拍子は基本的には3-3-2ですね。跳ねた感じと現代形の感じだったらゴーストが3連になる感じですね。古い感じだとタッカ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 ってシャッフルの感じでゴーストが入ってる感じ。そこら辺を使い分けてくれると、まあ、今風だったりとかこの時代っぽい感じっていうのが使い分けれるんじゃないかなと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。